それではお待たせいたしました。お時間となりましたので、記者会見の方をさせていただければと思います。本日は星野さんの件で、昨年の末以来、音声データの件など調査を依頼した件でございまして、ご挨拶、ご報告、それから皆さんからの質問をお受けした、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、冒頭、はい、報告書の方で。もしあれでしたらどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。それでは、事情を受けまして、事務所の方からちょっとコメントをさせていただいてもらって、はい、皆さん、こんにちは。今日は、お忙しい中、お話しいただきまして、ありがとうございます。星野県から裏金要求を受けたという点について、見解が対立する等というようなお話もありましたので、社会的に責任のある政党支部より、小原先生の事務所に第三者調査をお願いしたというのが、今回、今受け取った報告書のですね、趣旨であります。今日はいただいた報告書、これをですね、小原先生からご説明をいただいて、そして今後どうするか考えていきたいというふうに思っております。私の方からは以上です。弁護士の小原です。ただいま、泉が私、泉田氏、星野氏、の間で問題が起こりました裏金要求だからという問題について、泉田氏が、支部長を務める自民党支部から、客観的、中立的な立場からの調査を行うよう依頼しました。昨年末に調査を自宅した際にも、オンラインの会見に加わってご説明をしたと、その時点から調査を開始して、昨日、調査結果を取りまとめて報告書を泉田氏今正式な報告書を出します。内容についてご説明をいたします。今回の調査ですが、今申しましたように、調査は泉田氏の側から、その泉田氏からの調査ではありますが、あくまで中立的、客観的な立場で、どのような事実であったのかということ、そして、特にその問題になっています、この昨年の9月の4日の会談における発言の趣旨、そこに、不正、あるいは違法な裏金のような趣旨を含むものなのかどうか。を中心に事実を明らかにし、そして明らかになった事実について、法的な側面からの検討を行いました。中立的客観的な立場からの調査ということで、泉田氏側からのヒアリングだけではなくて、一方の当事者の星野氏の方からのヒアリングを行おうと考えておりました。昨年末調査を開始した時点で、すぐに星野氏の場合も引き上げ調査に応じていただくよう要請をしましたが、残念ながら星野氏の側からは調査に応じられないというふうに思いました。一応念のため、我々としてはこういう事項を引き下がったという
質問事項を多く利用しましたし、最終的に、我々の調査の結果、会談の内容として、我々が固めた判断ですね、こういう会談の内容であったりとか、まあ、それから発言の趣旨はこういうことであったりという判断など、都市の市に関連する部分は、調査結果として、都市のその場にお送りしました。何か、ご意見、反応があれば、ぜひお寄せいただきたい。もしお寄せいただいたら、そのまま、税金を、予想中と合わせて公表するというふうに、申し上げて、都市の市側に強くしたんですが、それに対しては何の回答もありません。調査の中ではということで、泉田氏ご本人もやられる、それから秘書の方々もやられる、それから録音データ、精査、関連する資料、精査というのが中心になりましたが、この9月4日の会談での発言の中で、この衆議院選挙では泉田氏の対立候補として衆議院選挙で当選された米山隆一氏の名前がこの中に出てきます。しかも、まあ、かなり重要な発言の中で米山氏が出てくるんですから、米山氏のことからも、まあ、ここに発言で出てくるようなことについて、お願いすることがあるかどうかということなどについてお話を聞く必要があると考えて、お知らせの内容をしなければと心よく応じていただきました。ということで、この調査局長の中には米山氏の発言もヒアリングを含まれております。ということで、調査を行った、結果ですが、まず、調査の概要だけをご説明したいと思いますが、まあ、星野氏は今回、この録音データにですね、9月4日の会談の内容が録音されていることについて、まあ、いろいろな反応をしている中で、これは内容が、改ざんされているのか、作り話だというようなことを言われていることもあります。ということで、そういう星野氏の会談の主張というのが、果たしてそういうようなことがあるのかというような観点からも、検討いたしました。我々の結論としては、この録音データの内容から見ても、それ以外に、星野氏のこれまでの言動などを照らしても、この会談の主張というのはちょっと取り寄そうですね。認めるというものではない、この会談の事実などはなかったというご質問です。ですから、この9月4日の会談の内容については、基本的に録音データに収録されているこの中身、この客観的な記録によって、判断、そのような会談、そのようなやり取りがあったものと判断できる。ということを前提にして、私としては判断をいたしました。それから、我々の調査は、中立的客観的な立場からの調査ですので、泉田氏の側にも、今回、会談を録音しようとしたと、実際に、録音したこと。そしてこの録音記録を、録音記録に基づいて、その内容を公表したことなどの内容に問題があったのかどうか、何か不当な点があったのかどうか、という点も検討いたしました。まず、録音するに至った経緯ですが、
コメントについては、この報告書、4ページから5ページに書いて、今回のこの9月4日の会談の前に、泉田氏の事務所の側に、星野氏の側からの裏側の要求的な行為がすでに行われていた。それに対して、泉田事務所側でかなりの危機感を持っていたということが背景としてありました。まあ、こういう状況の下で、星野氏が泉田氏と2人で会いたいということを要求してきて、会うことになったのが、この9月の4日の会談です。で、そこで、かねてから、泉田事務所の側に行ってきていたような、裏金要求的なものが行われる可能性があるとか、そういう認識から、そういう期間を持って、その内容は後でねじ曲げられることがないよう、録音をする必要があると考えてきました。そういう目的での録音自体は、我々としては成功なのではないかと考えます。それから、事後ですね、この会談の後、この録音データを泉田氏が公開、したわけです。その公開したことと、そのプロセスに問題はなかったのかということも提示いたしました。この後ご説明するように、この会談の中での星野氏の発言、星野氏が泉田氏側に求めた内容は、それがやはり適法な選挙に関するお金のやり取りなどではなく、違法な金のやり取り、いわゆる裏金的なものの要求、あるいはそういうお金をまずというようなことが、この会談の中で出てきていることは違うわけです。こういうその日本の裏金という趣旨を含むやり取りが行われた録音データを、どのように取り扱うかということに関して、自分たちの側では、いろいろな対応を行ったわけです。まあ、その中には、自民党のようにですね、適切な対応になっているということもあります。また、これは犯罪に当たるのではないかということで、警察の方の対応もあるということもいろいろあったわけですが、まあ、結局のところ、このような対応では、自分たちが考えているようなこの問題の解決、そういったことが今後行われないように、裏金のやり取りをのようなことが、今後行われないような適切を取り、適切な対応を、取るということが困難だろうという判断に至って、ツイッターでまず、そういう、あったことの結論とか、表しを公開し、その後記者会見をすると、というふうに対応を取ったということでした。それまでの結果から考えて、自分たちの対応には、特に問題とされるようなことはなかったと考えられます。まあ、最初にツイッターで、裏金要求の話を元に出した理由について、それはいきなり記者会見で、その事実を公表しただけでは、まあ、どのように取り扱われるのかということが、まずツイッターで多くの人に認識してもらえるような形でその事実を公表した上で記者会見を行うのが適切だと考えるという点についても、まあ、合理性があるだと思います。ということで本件の会談の至るまでの対応、そして事後の対応を含めて、泉田氏の側の対応には、特に問題があるというのが、大事なことですね。
そこで録音データの内容、会談の中での星野氏、泉田氏の発言の客観的な、内容とその趣旨を明らかにする。それが今回の当社の主要な点であります。その決断については、その7ページで、ご協会の7ページから、19ページにかけて、詳細にそれぞれの部分について、どのような発言の内容と我々が理解し、そしてその発言の趣旨がどういうことであったかということについての調査の結果を行っています。それから、発言の内容の客観的な内容ですね、それは、お通しという形で、この報告書の添付資料として作ります。この録音データのですね、若干聞き取りにくい部分もありました。星野氏の言葉がちょっと明瞭じゃない部分とか、音量が小さいとか、あるいは方言なので、なかなかちょっと分かりにくいというようなことになりました。そういったところは、いろいろ泉田事務所の秘書の方からの話も聞きながら、できるだけ録音データから聞き取れるだけのことをこの星野中で表現しています。で、この内容についても何かの意味があれば、反応があればしてほしいということで、個人の人の中にも、それをつけています。ただ、残念ながら、各地の反応はありませんでした。ということで、我々としてはこの資料としてつけた、星野県議だと面談をして、問題を起こし、その通りの問題があったと。という前提で、この調査報告書での検討を行っております。今、申し上げた発言内容についての調査結果、全体としてですね、まとめて、その説明文を書いたのが22ページ、録音データ、データ調査の必要経費の意味のところです。要するにこの9月4日の会談の使用部分の最大の問題はですね、星野氏の言っているのが、お金の枠を取った、というお金の話、これが適法な選挙の資金の話であるのか、違法な裏金の話であるのかというところがあります。でそれに関して、若干その、星野氏側の反論の根拠とされているのが、必要経費という言葉が出てきている。それからそれに関連して、領収書という言葉が出てきている。おそらくこれらがですね、星野氏側が裏金ではない。本当に選挙に関する必要経費のやり取りをするとしかなかったというような例外をすることにつながっているんだろうと思います。しかし、この会談のやり取り全体を見ますと、必要経費という言葉が出てきているわけですが、それが含めるとですね、選挙に必要な経費を、それをしかるべき人に渡すという、選挙費用の提供のようなものと到底理解できません。それから領収書をもらえるというような言葉が出てきています。この領収書も、この22ページのところに、書いてますように領収書はもしこういう場合に本当に正しくやり取りされるものだとすると、いつ誰と誰との間でお金がやり取りされたということを、その日付と金額を正確に記録するというもの、それをそのまま公開するということを予定しているものであれば、これは透明な政治資金ないし、
その組織のやり取りに関する領収書ということになるんでしょうが、この発言全体からすると、到底そういう趣旨の領収書とは考えられません。領収書というのは、長くの話でもらっておいて、それが、違法な裏金のやり取りがどこかで行われたということを、後でですね、ちゃんとあいつに明かしといたぞということを示すための証としてやり取りされることも考えられますし、領収書というのが、本当にそこでお金がやり取りされたということと関係なくですね、後で辻褄合わせのために使われるような領収書というのもあり得るわけですから、領収書という言葉が出てきたことだけで、それが今回の適法なお金のやり取りを前提にしているというのには必ずしもならないと、ということで、むしろこの9月5日の会談の全体的な話の流れの方が重要になるのですが、それについては、ここでも書いてますように、まず、冒頭のところでですね、この話は、今日の話は誰も知らないという切り替えじゃないですか。秘密の話だということをまず明確に言っている。それから、選挙が始まってから、なんて、まずは、選挙が始まってから、本来必要なのが選挙の費用なんですが、それを、その中で指定している。いちいち警察に報告してやるわけじゃないんだから、というようなことになっている。そして、重要なことは、いずれの市の側から、何回となくですね、違法にならないようにしないといけない、ということを、言ってるわけですが、そのために何を言ってるんだ、そんなことを言ってるんじゃないか、そんなことを気にしてもしょうがないという趣旨のことをずっと繰り返していて、で最後には泉田氏の動画から広島のことを話題にしているわけですね。これはもう当然この誰かとも広島の河合夫妻事件、もうまさに、夜中に大変なその衝撃を与えた元法務大臣夫妻による多額現金買収事件、これが、自民党の公認候補選挙運動の中で行われて、それが刑事事件になった。そういう問題が起きたんだから、だからそういう違法なお金のやり取りなどできないという趣旨の発言もほとんど聞く耳を持たないというような態度で、そんなものは表面的な話ですねというふうに言って、結局そんなことは誰も候補者は気にしていないというようなことを少し強くで、そこで、そんなことを、違法がどうのこうのということを誰も気にしないという一般的な候補者のまさに典型のようにして、これを話題にしているのが、ここで名前を出しているのが米山氏なんですね。わざわざこの米山氏もお金をこういうふうに何とかするんだと、こういうふうに差し出すんだというのが、見る時点でまた交えて、相手候補だってこういうことをやるんだから、だからお金を欲しいんじゃいけないという発言を私たちがしているわけです。じゃあここで名前が出てきている米山氏が星野氏とどういう関係であったのか、この星野氏が言っているようなことがあったのかということについて、米山氏にヒアリングをところを現場に置いていただいて、非常に貴重な話をしていただきました。米山氏は決してその星野氏が言っているようなその違法なお金をですね、星野氏に差し出したとか、そういうようなことがあったとは一切ということを明確に否定しています。しかし米山氏自身が率直に認めているのは、これは
10月にアベマプライムというテレ朝のネットの番組でも山梨が出演されて、ご自身のことも言われていますが、山梨が支部長であった自民党の支部長がちょうど今回の自分たちと同じような立場で、そこで星野氏に対応力を選挙とか政治活動について依頼をするというか、このような立場では、その時に支部長に入ってくる手当が入る、銀行口座の預金通帳をそのまま渡していた。ですからそこに入ってくる、月50万程度の払いというのは全て、星野氏にその使い方を委ねていたということを率直に認めていることがあります。ということなんで、そこの部分がまさに自由に使えるお金として星野氏の側に渡っていたことが間違いない。でそこが泉田氏はその支部長になった時に逆に星野氏から通帳を取り戻したわけですね。ですからそういう形でお金は一切渡っていない。そこに大きな違いがあるんだということは分かりました。はっきりしました。ですから星野氏の側から見ると、そういう形で支部に入ってくるお金を自由に使わせていた米山氏というのは、そういう自分が考えるようなお金の使い方ということに関しては理解を示していたというふうに受け取っても、これは不思議ではない。そこが泉田氏の対応とは違うという認識が、こういうですね、かなり誇張した表現につながったと読むことができるんじゃないかと思います。でこういうその米山氏のヒアリングからしてもですね、市民の関係については星野氏あるいはその時の書も書いた人に任せた人ですから、政治資金の処理なども一応表面上はですね、正しい処理のように行われてはいます。しかしそこで果たして、実際に処理されていた内容か、領収書の提示なども含めて全て適正であったのかどうかが全くわからないというのが、これはどの米山氏が率直に認めているところですが、そういうことから考えて星野氏の言っている必要経費とか領収書という表現は、これはとても額面上に受け取ることはできないというのが、もう分かった判断です。ということで、9月4日の会談でのやり取りについては、星野氏の側が、求めたお金、これが適法なお金という意味であった。とは返されない。そこには公選法ないし政治資金規正法上無効法とは言えないようなお金のやり取りを意味するものが含まれたというのが我々の説明でして、それをそういうお金の要求、そういうお金に関する要求を受けてそれを拒絶した、泉田氏の報道、そしてその後その事実を公表したという報道、これは適切なものであったと言えたと思います。特に広島の事件を強く意識して、絶対にそういう違法なお金のやり取りなどに巻き込まれてはならないという強い動機で報道されたということ、これは泉田氏が説明されている通りだと私は認識いたしました。もう一つ最後に、今回の関する健全の対応をどういうかということなんですが、これは24ページから25ページ、こういう違法なお金の要求なし、お金に関する発言があったとしか考えられない、この
階段の録音データなどを基づいて、いつも側からは宣伝に適切な対応を求めたんですが、もしもしの除名を行うべきだというような対応に対して、まともに対応していただけなかった。逆に、そういう行動を取った泉田氏の側に対してですね、何か、そういう行動に問題があったかのような発言の一部にですね、出てきて、それは、今回この9月4日の会談の中身を改めて精査した結果を向けて考えてみると、この県連の対応が適切であったとは言い難いというのが我々の判断です。県連の方では別途第三者の弁護士に調査を委託して被害人を行いたいという要請があったことを受けてですね、年明けに泉田氏がヒアリングの実際、我々も同席いたしました。同席した趣旨は、こちらの方でも調査を行っておりますし、泉田氏からお話聞いてますので、聞いた話の内容について、そごがあると、おそらくそれぞれの調査結果の取り組みにおいて混乱をきたすんじゃないということで、お互い弁護士同士ですから、話を、同じように聞いてれば、同じような受け止め方になるんじゃないかということで、我々もヒアリングに同席したものです。この県連の弁護士さんにとしても、その時にお話ししましたが、少なくとも我々とですね、認識が異なっているように全く思えませんでした。ほぼ自分たちの写真、そしてこの、ほぼ確定できている9月4日の会談、内容については同様の認識を持っていただいているんじゃないかなと思います。ですから県連の方でもこの弁護士さんたちの調査の結果を受ければ当然適切な対応を行えるはずですから、この問題今までの経緯から逆にその適切な対応を行った泉田氏の場合は利益を受けかねないような状況があったということも踏まえて、今後は適切な対応を取っていただきたいと考えております。で、ちょっとですね、先ほどありましておかないといけないのは、報告書のこの投票、ラジオの中では23ページ7、投票者の現状に対する報告評価というところは、これは省略しております。これは今回の調査の結果を受けて、星野氏の行為にどのような違法性があるのか、どのように判断などに当たり得るのかということで、それも一つ調査の重要な目的でしたので、我々としてはできる限りの検討を行いました。で、報告書の正式バージョンの中には、詳細になっています。ただこの部分はですね、そういう違法性に関する指摘、公選法違反、政治禁忌制度違反に該当するかどうかというような指摘は、今後法的措置を取っていかれるということも我々としては予測しております。このような指摘をする以上ですね、それから、その中には法的措置の中には仮に犯罪に該当する可能性があるリスクがあれば告発というようなこともあり得るわけですから、そういう告発が行われた場合にそれを受けて捜査機関の捜査ということも可能性としては十分にありますので、現時点で我々の検討結果の詳細を公表することは、そういう今後の法的措置や、組織間の捜査などの可能性があることを踏まえると、現実での投票は適切ではないと考えますので、この投票バージョンからは除外し、省略いたしました。私の方からは以上です。はい、それでは、他の質問を受けたいと思います。相手先、質問の宛先を明示していただいて、ご質問をいただければと思います。
いかがですか。録音データなんですけれど、客観的な調査の結果、泉田先生と星野さんの間で行われたものであるという裏付けをなさって、それについての分析を行った、はい、そういうことでございますか。はいはい、他にございますか。改ざんがなかったと思われるというのは、これある意味録音をそもそもまずスマホとかそういうデバイスで撮られたものなんですよね、はい、あのテープとかではなくて、はい、じゃあ特にそれをなんかこう鑑定するとかそういうことは今回はされてないなということですね。あの少なくとも聞く限りの上で不自然な話は全くないし、うん、まあ、あのヒアリングの結果ですね、あの録音をしたデータとかその内容の説明などからして改ざんの疑いはない。はい、はい、他にもございますか。読売新聞の坂と申します。泉田先生に質問です、はい、今回のご飯先生の調査結果を受けてのご感想を、また今後何か対応を考えていることがあったら教えてください。あの報告書をいただきました。で、あの今配布をされているですね、報告書の24ページに記載があるんですけども、星野氏の言動は公選法違反の犯罪にも該当しうる言動であり、そのような違法な言動を行った星野氏には当然というふうにあります。あの法的に評価もいただいていますので、今後あの今ほど小原先生からのお話がありましたけれども、法的措置、あのあらゆるの配慮せずに、告発も配慮せずに、今後どうするか、あの検討したいというふうに思っています。これはですね、あのやっぱり民主主義ってどうあるべきなのか、金権政治であってはならないということだと思うんですよ。お金で評価のようなことが蔓延していれば、民意というのは国会にストレートに伝わりません。したがって、民意がちゃんと反あのストレートに国会に伝わるような形での選挙が行われるという、そういう国にしていかなければいけないというふうに思いますので、やはりあの違法行為というのは正していく必要があるという種類にも絶対に対応したいというふうに思います。不安つくりなんですけども、あのまあ、これはこれで、あのこれ自体が非常に大きな問題だと思いますが、あのより大きな問題は、もし同じようなことがですね、他の選挙区であらゆるところでもしろ起きているとしたら、それこそ本当に大問題だと思うんですが、あのまあ、お二人にお聞きして、ご覧の先生に、現行の法律のもとでは、まあ、このようなことが、まずできてしまうようになっているとしたら、どこに問題があるのか。今回は泉田議員がそれこそあの録音までしてですね、告発をされたので、このような形で、あ、そんなことが起きてたんだということが、まあ、表に明るみに出ましたけれども、それがなければ、まあ、分からなかった可能性も十分にあるものなわけですよね。なので、それはだとすれば、何かやはりその制度上の問題がそのあるとしか思えない。もしそのこういう形で録音までしか告発しなければ問題が表に出ないということであれば、そうすると、まあ、調査もされた結果ですね、もちろん法律や違法事件も検察官として捜査するところなんですが、今のこの制度のどこに問題があるから、このようなことが実際に他でも起きているかもしれないというような、疑惑が、起きてしまうのか。それから同じく議員にはですね、あの、まあ、議員はですね、まあ、ちょっと失礼ながら、それこそ永田町では変人だなんて言われるようなこともあるくらい、こういうことを告発すること自体が永田町ではむしろ珍しいことになってしまっているわけですよね。で、そのカルチャー自体に対してですね、あの議員はどのようにお考えになっているか、それをぜひすいませんがお願いします。まずこういう行為を処罰するための制度とか法律に不備があるかないかというのは、私は特にないと思います。今回のこの行為ですね、
星野氏の、まあ、要求とか発言も、その結果実際にお金が動くというところには至ってませんけれども、我々は要請があると捉えます。で、そういう段階でも、犯罪になる、犯罪として捉える、そういう法律になっています。ですから、私は公選法は、当時の要請時代から、式場に出たりやってきましたけれども、本当に倫理に際に、いろんな面で、逆にその、いろんな行為を縛りすぎると言われるぐらいいろんなことが予防とされています。特にこのお金のやり取りに関しては相当厳しい法律制度になっているんですね。で、それなのにこういう行為が横行するというのは、もうこういう法律に違反するお金のやり取りを行うことが当たり前だというような認識が、特にですね、それはもう与党、自民党の側だけだったらうまく分かりませんけども、特に旧来にですね、自民党の、政治家の中にですね、今回明らかになったような認識を持った人が多すぎたんじゃないかな。実際にこの星野氏の発言の中に、多くのですね、地方の政治家の人の名前が出てくるわけですが、おそらく、こういう人たちはあまり違和感なく、こういう星野氏の発言、あるいは行動を受け入れてたんだと。そういうことの積み重ねが、これまでこういう行為が横行してきたことにつながっているみたいだ。だから、ひとたびこうやって今回の自分の声を上げられた。それはもうしっかり法的な面で、やれることをしっかりやっていくと。言われることは私は大変意味のあることだと思いますし、それをきっかけに少しでもこの公職選挙のあり方がですね、正しい方向に向かっていけばいいなと思っています。はい、私の方からはですね、自分のキャリアの中で国家公務員からスタートしてます。したがって、法に触れるようなことはしないっていう文化の中で社会人として、やってきました。でその後、知事も行政官ですから、これ違法なことはしないっていう、もうまさにその、さらに選挙は知事選の時から、接してるわけなんですけども、突然の選挙で知事選もですね、実は1ヶ月ちょっとぐらいの選挙期間しかなくて、長い間に政治の中に独立かってで選挙をやったっていうことではありませんでした。で今回衆議院にですね、選挙に出た時もですね、長島代議士が救世をされてですね、その後の補欠選挙という選挙に出ますので、これをですね、どっぷりと政界に使って選挙に出たわけではないということがあるので、通常の市民社会で持っている感覚のまま行動しているということだと思っています。で今永田町全体がおかしいんじゃないかというような捉え方をされているんですけれども、私もですね、これ、実はツイートする前に、また県連にですね、お話しする前に同僚議員にもですね、お話をしてみました。私の感覚では、まだそんな昭和みたいなことやってるとこあるのという反応が相当返ってきています。感覚的にはですね、9割は白いんじゃないかということだと思ってます。したがってですね、民主主義公選法がですね、想定する本来の世界にもう一押しということをちゃんとやってですね、若い人も、それから資金力がなくてもですね、ちゃんと国民の代表として、国政で活躍できるような、そんな選挙制度をしていくと、いうこと、そんなにハードルがですね、何段も高くなっているということではないんじゃないかなというふうに思います。夕方日報の渡辺です。この報告書なんですが、新潟の県連にも送ったのかという確認と、泉田先生に県連に改めて求めたい対応があれば教えてください。新潟県連の方にも送るという前提で考えてますけど、まだ私を提出したばかりですけども、速やかに報告して参考にしていただけると思います。
新潟県内でも調査をしているということなので、まずはちゃんと照らし合わせて事実認定をしてもらうということであるかなと思います。毎日新聞新潟支局の鈴木と申します。今のお話に関連して、新潟県内のヒアリングを年明けに受けられたというふうに、大体年明けいつ頃なのかというところと、あと小原先生の調査を都市の市の方にも受けるようにという話があったと思うんですけども、応じられないという回答があったということですが、なんかその何があるから応じられない、そういう理由みたいなのが都市の市側からあったんで、その点ですが、星野氏の側が協力する理由としてきたのは、中立的な、立場ではない、そして泉田氏の側に、もう反対のような立場ではないかというような認識を持たれているので、そこはそうではないということを申し上げたんですが、お願いする商品がなかった。そのところが誤解されているんですけど、天然のヒアリングの同席を求めて、それは、泉田氏の側に立って行動していることを示しているかのようなことがあるからですが、それは先ほど言ったように、私がヒアリングに同席を求めていたのは、これはもう同じお話を聞くのも、天然の弁護士さんが言うのと、我々の方も同じ趣旨を受け取るのが当然だと思ったので、それでその方がいいだろうと、最初からそう考えた。それはもう天然の弁護士さんの方も全く同じ考えで、特に何の問題もなく、一緒に聞くのを、お伺いを私も立ち会ったんですが、そういったことも含めて、我々の調査が何か中立なものじゃないような言い方をしてましたが、ちょっとそれは誤解なんじゃないかと思いますし、もしそうであれば、最終的に我々が取りまとめた調査を星野氏に反映する部分をお送りしましたから、こういうふうに中立的じゃない、こんなふうにねじ曲がっていると言われるのであれば、それを指摘していただきたかったんですが、その指摘も聞きました。天然の弁護士さんからのヒアリングなんですけども、大原先生も分析していましたけど、別に私を弁護するという局面は一切ありません。話も聞いてただけだったし、記憶があるんですけども、何か弁護してもらうために分析してもらったんじゃなくて、事実関係をより客観的にですね、聞いてもらうということで意味があったというふうに思っています。それで日付については1月9日です。ありがとうございます。他にもございますか。すみません、読売新聞ですね。米山さんを、にヒアリングをご協力いただいた日にちがもし分かれば教えてください。11月23日あまりですね、この条文に違反するというようなことを、詳しく言いますと、まだそのあまり、認識がない、世の中認識がないようにちょっと火をつけるようなことにならないので、そこは差し控えたいんですが、少なくとも私の調査を依頼を受ける前にも、その依頼をツイートで皆さんが明らかにされたときに、これはもし事実だとしたら、こういう問題が、お子さんの
こういう患者が出てくるということは、その中で率直に聞いたと書いてます。それは外出資金の交通を受けるだになったというふうには書いてます。まあ、その可能性があるという認識はその時から書いてます。それが、本当にそれに該当するのか、該当するのかについて、どういう点が問題なのかというふうには、ちょっと今は詳しく書いてありますから、そこにはちょっとあまり詳しく言及できない。それ以外にも与えにいる、ご存知の状況は想定しています。それまで全然表に出してないと、今後の、今後の状況を見て、明らかにできるときがあるのかと思います。政治資金規正法についてはあれは政治資金規正法の中の問題も、抽象的には考えられますけど、どこかの政治団体の収支報告書の記載が、あるじゃないかということもありますけども、まあ、ストレートにそれが出てきてる話じゃないんで、その収支報告書の記載と関係しないと、はっきりしない問題なので、それは、そういう裏金的なものっていうのは、何らかの形で政治資金規正法は、本来資金の透明化を求めてますから、政治資金規正法の趣旨には違反しますけど、具体的にどの政治団体、どの政党支部の、この収支報告書の記録記載というようなところまでは特定できないので、それが異常の問題にはなるけど、今回、犯罪の疑いということに関しては、ちょっとあまりストレートにはつながらないと思いますね。わかりました。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしければ、まだお願いします。よろしいですか。では以上で、今回の報告書を受けいたしました。報告と会見の方を終わらせていただきます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。